立憲民主党連邦、デマ流して謝罪。パチンコが自粛要請から外れた。本日、立憲民主党の連邦さんが、緊急事態宣言に基づく自粛要請について、パチンコやゲームセンターなどが対象から外れたと、デマを流してしまい、批判が殺到しました。実際には、この自粛要請、東京都において、パチンコや ゲームセンターなどに対しても出されており、批判が殺到した結果、蓮舫さんがこのように謝罪されておられましたけども、この蓮舫さんのデマ、東京都がパチンコなどに対して自粛要請を行うことを決定した後にですね、流されておりますので、悪質だと言わざるを得ません。 蓮舫さん、批判が殺到しなかったら、削除せずに、そのまま放置するつもりだったんでしょうか。蓮舫さんも、一応国会議員でございますので、こういった発言については、しっかりと、裏を取ってから、確認を取ってから行っていただき、これ以上、 国民に対して事実無根のデマを垂れ流して、印象操作を行ったり、国民を混乱させようとしないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。